境内主水神社は、兵庫県豊岡市北家寺に鎮座する神社。式内社で、旧社格は孫社。炎山川の支流である鎌谷川が形成した谷の平坦武藤丹、京都府京丹越久美浜城へ通じる峠の口に位置し、境内は、道府京都市右京区高尾から紅葉を移植し、社前を流れる鎌谷川を、高尾の清滝川に見立てており、紅葉の名所として知られている。 本殿は国の重要文化財。神社名は酒樽れと訓示、社説によれば、鎮座地にちなむ酒樽れの意味であるが、祭人が酒の神であるために、酒樽にかけられて、酒樽とも称されるという。中近世には大倉大明神とも称された。酒蜜を命と酒蜜女命を祀る。祭人は当時の祖神であり、 九中造主子に守護神として祀られていた酒水拝神、酒水女神とは同神であるという。社殿によれば、白宝三年の夏に統治を治めていた、物延韓国連久々日命という軍事が、二エ殿に酒造書を作り、酒時子神、大海子神、古海子神の酒造三神を祀って、神主を醸造し、これを祖神に備えて、 五国法上を祈願したのが宗師であるとするが、この社殿は、国史文書によるもので信憑性に疑問があるため、不明とする外ない。また、鎮座地である北京寺の地名から、奈良県の北京寺が連想され、同時は総国部甘寺とされているので、そこから、田島国の国部天寺や国府、軍河との関連性を見る説もある。演技のせいで勝者に列した。なお、下述するように、 文案元年に仙宮が採用されているが、その仙宮が、よそからの仙境かは不明。明治6年10月に孫社に列し、大正7年6月15日に、新仙平白霊とも新神社の指定を受けた。現行礼祭碑は10月15日で、神輿が獅子舞等を具部して御旅所まで巡行する。かつては9月10日が祭日で、当日榊を建てて、神礼を招請し、 神社で醸造した幹を備える特殊神事を行っていた。本殿は一見者流れ作り吹きで大家によって保護されている。胸札から影響10年11月18日に禁止を行い、柿津元年2月26日に柱立を文安元年に遷宮を採行したものであることが判明している。またカエルマの裏から発見された元本の牧書から文安5年。 王徳元年と引き続き細部の造営が行われたようで、この王徳元年頃に最終的な完成を見たようである。ちなみに、上記胸札から、この造営には当時当たり神社が属していた鎌田省の省園領主である報道寺の大官や、公文、官主、名主、百姓が一味同心して肝心活動をしたこと、大工とも大部、大友久代と、 小区十二人が造営を担当したこと、仙宮には大半日京の読唱や還元、神楽等の奉納があったことを伝えるが、中でも創建時の大区の名前が判明するのは珍しい。本殿としては小規模であるが一見者としては大きい、型で、衣装的にも大柄な、木柄となっている。三社の三方に降乱付きの縁を巡らして背面は、脇障子を構えて略し、 正面階段の下に浜へを設ける。内部は平軸付けの板扉を設けて内人と外人に区画するが内人は一段高く構え、正面には引き違いの格子戸をはめる。カエル股等が左右対称で墓飾りの軸を足の下部から出す点灯に室町時代中期の古式に則っ,った特徴を見せ、妻飾りの下場をすぼめ上端には型の崩れた木花をつけた。 王タ束屋の岸田のでサントには、田島の地方色が示され、後輩中曹内のカエルマタの横に、展望林の周囲に、吉光型を配した透かし彫りのビワ板をつける点も、珍しい。また、法永6年から同8年にかけて久し回り等の、大改造がなされており、その際に小公欄の親柱や縁につける、公欄の鍵を八角形にしたようで、そうした点には、 近世田島地方の神社建築における地方的特色が認められる。以上の点から価値の高い神社建築の意向として1958年5月14日に国の重要文化財に指定された。なお、1913年に修理が施され、さらに1969年には解体修理が行われ、その際に室町時代の建流当初の軽視に復旧整備されている。 本殿大屋は、宝永の大改造の際に新設されたもので、文政六年に増体され、昭和の修理に際して改築された。拝殿は、入りも屋造り河原武稲荷神社、山の神社、八幡神社の三社がある。中、山の神社は、地山の神に鎮座していたが、大正三年に境内に、千穂らされた。境内入り口である鳥居の足元左右に亀石があり、 これは酒を組み入れる瓶を刺すという。かつては鳥居の西側に樹齢600年を数えた神木の杉が2本そびえていたが古の恐れがあるために昭和59年に伐採され、跡地には宇治湖中による大杉追憶の火が建てられている。なお、蒸気亀石の一方は大杉伐採の後から見つかったものという重要文化財。ありがとうございます。